平原末子1月24日から1993年2月20日は日本の声楽家、音楽教育者。名前は小岳稽古、小岳稽子と表記されることがある。東京府出身。同様歌手として1924年叱られてを東京レコードに吹き込む。1931年東京音楽学校卒。1933年東京音楽。 学校研究科修了。ヘルマン・グー・ハープ・フェニッヒに指示。1934年東京音楽学校教授、東京芸術大学教授。1935年2月日比谷公会堂におけるクラウス・プリングス・ハイム式、東京音楽学校オーケストラ第74回定期演奏会のマーラー公共局第3番全曲日本書演のアルト読書を務める。この間、 1939年から1941年ベルリンで、ミハイル・ラウハイゼン、マリア・イーボ・ギュン、フラウ・ミュッツェに指示。1940年ベルリン音楽大学終了。1941年6月東京音楽学校、第93回定期演奏会、モーツァルト、フィガロの結婚にてケルビン役を務める。1953年1月日比谷公会堂にて、モーツァルト、 コジファン、トゥって渡辺明有識、東京フィルハーモニー交響楽団による、ドイツ語による、演奏会形式初演、同年8月西日本水害、救援募金演奏会において、バージル・トムソンのオペラ、4人の聖者の3つの行為、コジファンとってのメゾソプラノ読書を務める。文化生に、飯島千洋子、藤井国恵砂原美智子、斉藤澄江、野村洋子、寺谷千絵子、 成田恵智子、赤沢恵子、村井晴美、秋葉京子などを輩出している。1974年東京芸術大学を大幹指名誉教授となり、高松短期大学教授なども歴任した。1980年君三等法官賞。1993年2月20日へ民。86歳没。ありがとうございます。